どうもー、どうもー。いや、今日撮影してきましたね。今日撮影、ストーリー D の撮影をしてきたんですけど、今終わったんで出力してます。で、この動画はですね、この動画はなんだ、タクミョンは俺だっていうタクミョンは俺だっていう、タクミョンの正体は吉谷拓郎、タクミョンの正体は吉谷拓郎っていうタイトルです。タクミョンの正体は吉谷拓郎っていう、これね、昨日久しぶりにですね、ふわっちっていうライブをやったんですよ。ふわっち、だいぶ久しぶりですね。去年の夏ぐらいに北海道行った時に結構やってたんですけど、その横断というか、鹿児島から北海道行って、で北海道で、まあ、お客さんでラーメン屋さんやってる人がいるんですね。ラーメン屋さんで、そのラーメン屋さんに泊めていただいたんですけど、まあ、そこで吉谷さん、ふわっちって知ってるみたいな。いや、知らないですよ。ライブでこれでなんかお金もらえるんだよみたいな。マジっすかみたいな。やりますっつってで、移動中ずっとふわっちやってたんですよ。北海道から、東京、鹿児島間ずっとふわっちやってたんですけど、そこからはもう全然やってなくて、久しぶりにふわっちやったんですけど、でその時に僕昨日お酒をね、久しぶりに1本開けてもう1本飲んでたんですよ。で、まあ、2本飲めなかったんですけど、もうあかん思って、で途中で切ったんですけど、でその、BGM ね、もう完全プライベートなんで、もう BGM 流しながら浸ってたんですよ。テレビライブしてたんですけど、でその時にあいみょんさんを流してたんですよ。あいみょんいいねみたいな。でそしたらそのリスナーさんの人が、たくみょんどうすかみたいな。たくみょんあいいねそれみたいな。すぐパクるっていう、すぐ便乗するっていう、ね、ということで僕インスタグラムとツイッターと、インスタグラム、ツイッター、あとふわっち、こちらですね、たくみょんになりました。あとはアメブロもやってるんですけど、アメブロはそのインスタと連動してるやつなんですけど、それもタクミョンにしました。タクミョンタクミョンね、結構もうちょっとタクミョンで通そうかなっていうとりあえず落ち着くまでタクミョンね、はい、タクミョン僕ですよ、はい、そうタクミョン、なんだ、そう、今までそのインスタグラムとかツイッターとか全部吉谷拓郎でやってたんですけど、それをなんかインスタグラムなんかローマ字の方がかっこいいなみたいなインスタグラムってローマ字の方が、英語表記の方がかっこいいなみたいな、タクローにしたんですけど、タクミョンになりましたそれだけなんですけど、タクミョンそう、いやー、疲れた。もう一個編集あるんで、もう一個できますよ。もう一個編集しないといけないんで、あと一個編集してまた動画ちょっと作ってって感じですね。いや大変ですね、この編集も、はい、ちょっと今日やってみたんですけど、一眼レフトは iPhone で2カメで撮ったんですけど、まあ全然エフェクトかければ、 iPhone で撮った映像もエフェクトかければなんかそれっぽくなりますね。ってか全然余裕ですね。だから一眼レフ1個で十分ですね。一眼レフ1個で十分なことが分かりました。今回本当に一眼レフと iPhone でやったんですよ。初めて2カメで全然だ、あ、終わった、終わりましたね。出力が終わった。これ、ね、車のやつも入れてますから。ちょっと映画風に、かっこいい。まあこれちょっと公開するのはね、もうちょっと先ですけど、まだ手前にあるんで、手前のやつまだ終わってないんで、今日撮ったんで今日ちょっとやった方がいいかなっていう。で東京で撮ったやつはちょっと空いちゃったんで、これ結構いい感じにできたんじゃないかな。ちょっと確認しよう。あとで確認します。
今ね、あの動画編集なんですけど、まあその2カメとかでやる場合は、マルチアングルの機能が、このファイナルカットでついてるんで、もうパソコンだけで今やってるんですけど、だから本当にまあ今まで重いやつとかはこっちのデスクトップでやってたんですけど、なんかファイナルカットで十分かなっていう。だからまあ全部ここにもね、アドビのプレミア、アドミアプレミアエレメンツ15、うん、そうエレメンツ15なんで古いですけど、あの家庭用のやつですね。アドビプレミアエレメンツと iMovie と、ファイナルカット。だからなんかこの iMovie、 基本的にその久保さんと今やり取りしてるやつとかは iMovie で、ファイナルカットはこういうプロモーション V 作ったりとかするときで、あとはアドビは、その映像ですね、映像販売するとき、映像販売するときのセミナー映像とか、セミナー映像とかを、エレメンツでやったりしますね。なんかだから全部使い分けてます、シチュエーションによって。でもあのマルチアングルは本当楽っすね、あれ、あのめっちゃ楽っすね。まあ他の編集ソフトも多分マルチアングル機能多分あると思うんですけど、まあ、僕はあの Mac でこうこれを持ち歩いてるので、これでできるようになると本当楽ですね。やっぱね、デスクトップを持ち歩くわけにはいかないですから、これ持てないですね。これ結構パワーあるんですけど、だからあのなんだ、ドローンの 4K 映像とか、 4K 映像とかこっちで編集したりとか以前したんですけどね、まあドローン飛ばしてないの、ドローン飛ばさないとな、ちょっとドローン飛ばしますよ。今日ね風が強かったですね。そう、風が強くて、そうで、ここでピンマイクで撮ったんですけど、あのノイズキャンセルみたいなのが、まあ、もちろんあの編集ソフトにあって、そのノイズをちょっとやったら、まあまあ全然あんまり気にならないぐらいに、あの消えましたね、あの風が。よかった。いや、これちょっと見たいな。で、アメリカホームダイレクト1000回ぐらい回ってたんですよ、あれみたいな。これ iPhone で撮ってるんですけど、これ iPhone で、まあでもあの奥行きが出ないのかな。まあでもね、なるほど、まあ大した変わんねえな。でも iPhone のあのインカメじゃなくて外カメって結構綺麗に撮れるんですよ。なんかこれ外カメで撮ったんですけど、あのインカメってやっぱピクセル弱いじゃないですか。インカメ、いつも僕こういう動画はインカメで撮ってるんですけど、その外カメの方が綺麗に撮れますよね、でかいし。これ外カメで撮ったんですけど、外カメのやつは結構いいですね。外カメはもう全然クオリティ高いですね。外カメは多分いいですね。まあ当たり前ですけどね。はい、ということで、まあどうでもいい動画なんですけど、その卓妙に命名変更したよっていう、そんな感じです。タクミョンちょっと流行らせようかなっていう。タクミョン良くないですか。タクミョンあいみょんパクるっていうね。あいみょんいいっすよ。あいみょんのマサキングのおすすめのロックは聞かないだったけど、ちょっとあいみょんのなんかマサキングこれいいっすよみたいな。あいみょんロック、これもいいっすね。あいみょん、君はロックを聞かない、君はロックは聞かないっていうのいいっすね。これもね、なんか映像がね、あのなんか昔風なんですよ。昔風の8ミリビデオで味が出てますね、これね、この PV。 ちょっとこれ聞きます、あいみょんの君はロックを聞かない、君は商品を買わない君は鹿児島合宿、億万長者合宿に来ない結構億万長者合宿いいと思うんですけどね。なんですかね、あの今日ね入金なくてあれ銀行振り込み入金ねえぞみたいな、なんか結構ね枠余ってるんですけど、
で今日担当者の方からその主学の担当者の方からちょっと正式なお申し込みお願いしますみたいな、あ正式じゃあ明日ちょっと電話して人数も多分少ないからちょっとこれでお願いしますみたいな、今ね決済確認できてるのが5人ぐらいなんですよ。まあ5人いればいいかなとは思いますけどね、5人いれば、うん、そう、なんダメですかね、何がダメなんだろうまあセールスしてないのもありますけどね、なんですかね、いいと思うんですけどね、めんどくさいですかめんどくさいか、まあいいんですけどね、はい、まあ今回参加される方はすごくねもう気合入ってますから、では、あいみょんにあいみょんをパクらせていただきて、たくみょんのデビューと、デビューしました、たくみょんデビューしました、以上です、デビュー作品一発目ですね、たくみょんでは